こちらがですね、分析的画質評価ツールと申しまして、VQ1000 という製品になります。こちらは動画のコーデックの研究開発されている方、もしくは製品開発されている方向けのですね、客観的な評価ツールとなっています。こちらは PSNR の測定と合わせて、ぼやけ、ブロックの歪み、ノイズ、フリッカーという4つの新たな尺度で評価、客観評価する製品になっています。今までお客様の方では目視の検査によるですね、画質評価というのを今までされていらっしゃる、もしくは PSNR という一つの評価尺度で画質の評価をされておりましたが、そちらだとやはり目視の検査によるばらつきですね、経験値だとか、スキルによってですね、画質の評価の結果にばらつきが出てしまうんですが、客観的な評価をすることで、一定の基準でですね、ブレのない客観画質の評価ということができるようになっています。はい、こちらはすでに発売している製品でございまして、ワンライセンス100万円の製品になっております。あとこちらのですね、製品のノウハウを活用して、新たな製品というのをですね、また参考出品を今回はしております。コンテンツのチェッカーということで、映像の乱れ、フリーズとのブラックアウト、あと音声に関しましては無音のチェックとピークレベルの設定をする測定ですね、そちらをするコンテンツのチェッカーという新たな製品も今開発を進めております。